サルゴン・サルゴンは古代メソポタミアの王。アッカド帝国を建国した古代オリエント政治史上最も重要な王の一人である。アッカド語表記はシャルキンである。サルゴンの時代の年代決定は論争を呼ぶ分野であり、サルゴン自身の在位年数を含めて確定的ではない。紀元前2334年、紀元前2279年頃という在位年は、 中年大説によるが、定年大説や高年代説を採用した場合には、数十年単位で、在位年がずれる。さらにいずれの説を採用した場合においてもなお、サルゴンの在位年には、正確さを欠く。サルゴンの生きた時代の同時代資料は限られている。ラガシュやウンマ等の都市から、同時代の設計文字文書が出土しているが、年代決定が困難なため得られる情報は、非常に少ない。 他に彼が建設したニップルのエンディル神殿に刻まれていた碑文をバビロニア時代に書き写したものが現存しており、サルゴンの業績についての情報が得られる。また彼は古代オリエント世界において最も有名な王の一人となったため、彼に関する数多くの伝説や物語、文学作品が残されているが、それらがどの程度事実に基づいているのかは判然としない。 こういった条件のため、その知名度や業績に反して、彼の知性について正確にわかることは、非常に限られている。後世のサルゴン誕生伝説によれば、彼は、生後すぐにユーフラテス川に流され、騎手の庭師に拾われて育ったとされるが、その史実性は定かではない。サルゴンは、悪化都市で王位を確立した後、シュメール諸都市を休合していたウルクをルガルザンゲ氏を攻め、これを捕虜とした。 それによって、シュメールとアッカドを統一した。さらに、エラム地方に遠征し、アワン町を中心に連合した四人のエラムの王を打倒して、これを征服し、その北隣のシムルムも制圧した。その後、西方遠征に乗り出し、マリをはじめ、エブラ、アナトリア南東部の銀の山、レバノン杉の森を征服した。ただし、これらの西方遠征説話は、彼の孫のアッカドを、 ナラムシンのものに非常に類似しており、ナラムシンの業績がサルゴンに固くされたものである、可能性がある。これらの業績によって彼は、上の海から下の海までを征服した王と記録される。そして、彼が作った、この領域は、史上初の帝国であると言われる。このような記述は、ルガルザゲ氏のそれを踏襲したものと考えられる。娘のエンヘドアンナは、ウル氏の月神。 何なの神官となり、参加など様々な文学作品を残している。サルゴンの長い知性の後、息子のリムシュがアッカド王位を継いだ。サルゴン時代に使用され、後世に伝えられた王号の中でも重要なものに、世界の王がある。この王号は、彼の子孫であるアッカド王たちによって踏襲されたほか、アッシリアのシャムシ、アダドイ世製刀によっても用いられた。サルゴンは、 女性祭祀の子として生まれたためその出生を隠され、カゴに入れられてユーフラテス川に流された。そして騎手王に仕えた庭師、ラーイブムに拾われて育った。その後、騎手王ウルザババの釈を務める役人として、騎手王国に仕えることとなる。ある時サルゴンはサルゴンが、女神イナンナに愛され、ウルザババ王が溺死するという夢を見た。ウルザババはその夢について側近に議論させ、 その結果、バリクティカルに、サルゴンを殺させようとしたが、女神イナンナによって阻止され失敗した。ウルザババは怯え、ウルクの王、ルガルザゲ氏に、サルゴンを殺すことに関して、相談を持ちかける手紙を送った。これ以降の部分は欠損している。サルゴンは、庭師の息子であり、借人であった。彼は、アッカド氏を建設し、アッカドの王となった。彼は56年間統治した。 サルゴン自身による発言として以下のような話が記載されている。母は私を取り違えたため私は父を知らない。私はアズピラヌで生まれた。私を取り違えた母は秘密裏に私をカゴに入れて川に流そうと考えた。そして彼女は増水した川に私を流した。しかし川は私を悪鬼の下へと運んだ。それで アッキは私を息子として育てた。アッキは私を庭師にした。イシュタルは私を愛し、4年間にわたって私に王を担当させた。私は城壁を斧で破壊し、山の頂上へと登り、海岸の国を3度攻め、ディルムンを征服した。なお新アッシリア時代のアッシリア王名標はサルゴンをアッシリア人として、自己の帝国の創設者の一人とみなしている。サルゴンが、 オリエント各地の都市を征服した伝説が存在するが、その中には、実際にはサルゴンが征服していない、都市名が含まれていると思われる。また、戦闘の王という伝説では、実際には、ナラムシンが行った遠征が、サルゴンの遠征として語られている。アッカド時代に関する伝説は主に建国者サルゴンと、破壊者、ナラムシンという対比によったものが多く残されている。 ありがとうございます。